JR 赤羽駅近くの繁華街で起きた火災から一夜明け、警視庁と東京消防庁が今朝から現場検証を行いました。火元となった店の従業員が漏電して出火し、ダクトの油に引火したと証言していて、警視庁などが詳しく調べています。クリスマスの夜に JR 赤羽駅近くの繁華街で起きた火災。駅の周辺一帯は煙に包まれ、口元を押さえて逃げる人も。警視庁によりますと、昨日午後5時ごろ、北区赤羽の焼肉店から出火した火事で、火元とみられる店舗など4棟、合わせておよそ240平方メートルが焼け、うち3棟が全焼しました。火元となった店の従業員は取材に対し、出火原因について、漏電してダクトの油に引火したと証言しました。火のついた電線の脇にダクトがあるんです。そのダクトの網が油まみれなので、そこがもう引火したって、そこからもう火が回っちゃいました。もう消火器何個も8台、10台ぐらい使って、何とかしましたけど、手に負いませんでした。そして一夜明けて今朝、一夜明けた今日もまだ規制線が張られています。現場では周囲の店の人が見守る中、警察による現場検証が行われています。警視庁と東京消防庁が今朝から合同で現場検証を行い、出火原因につながる手がかりがないか詳しく調べました。火災現場近くの店の経営者は、すぐもう燃えた店の手前ですね、予約が今日も満帆に入ってるので、もう夜の12時ぐらいまで満帆なんで、ちょっとどうなるのか分かんないんですけど、お断りしていかなきゃいけないのかなと。悔しいですね、これ一番稼ぎ時ですからね。都内には今日も乾燥注意報が出ていて、東京消防庁は火の取り扱いに注意を呼びかけています。